前回初登場からもう今日早速ゴルフに触れるということで、今日はもうレッスンしてもらおうかなと思いまして、皆さんをこちらサルトゴルフにお呼びさせていただきました。どうですか、ウェアいい感じじゃないですか？すごいね。キーちゃん初めてですか？初めてです。どうですかゴルフウェアは？ドキドキ、なんか不新鮮です。初めてということで、もう今日早速皆さんを教えてくれる先生をお呼びしましたので登場していただきます。じゃあ先生お願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩本です。よろしくお願いします。あの岩本先生って今情報しかないと思うんですけど、はい、実はですね、岩本先生すごい方でして、アマチュア日本代表のナショナルチームのテクニカルコーチ。テクニカルコーチ、もう日本代表っていう言葉が入っているんですけど、まあ、現役で教えてるすごい方をいきなり MC の皆さんに当ててみようということで。ありがとうございます。ありがとうございます。楓さんと大志さんはあのゴルフ経験者だと思うんですけど、キーちゃんはもう今日が本当に初めて、ゴルフウェアを着たのも初めてということなので、まあ、一回まず岩本さんの教えをもう初心に戻った気持ちで2人は聞いてみてもらって、キーちゃんはとにかくもうゴルフってどんなものなのかっていうのを今日体験してもらいたいと思いますので、やりましょうか。はい、お願いします。はい、それではですね、今日ゴルフ初めて、はい、キーさん、もう本当に握ったことない、はい、ゴルフのイメージどうですか？どんなイメージですか？ゴルフは楽しそう。楽しそう、難しそうとか思わない？全然思わない。楽しそう。楽しそう。楽しそう。じゃあ、楽しくなるように、ゴルフの動きってキーさんが持ってるゴルフってこんなんじゃないかなっていう感じで一回握ってみましょう、はい、握ってこんな感じっていうのを、はい、持つのはここからクラブを持ってして、もうあのこのままスルスルと落としてきてくれたらいいです。親指とかそんなの、あの関係なく落としてきてください。左手でここを持って、右手でシャフトを持って、スル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 、これでいい。最初ね、最初これでいい。で、キーさんがゴルフでこんな感じだよじゃないかなっていうのを向こうに打つと思って一回打ってみよう。おー、OK。 順番でいってみる？順番でじゃあ、カイチさん、はい、見よう。おー、きれい、きれい。ありがとうございます。緊張するよね。さあ、かゆさん、8ヶ月。8ヶ月で、はい。おお。それでは、今ね、3人振ってもらいますけど、スイングってどうやって作っていくのかをちょっと楽しく、なるべく簡単にイメージができるように、ちょっと今日はこの大縄の縄を使ってやってみたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、縄で、そう、そう、OK。 この縄を飛んで、こう人に飛んでもらおうと思ったら、ここだけこうすると速くなる、はい、それをなるべく大きく、この体もくっついていく、そう、で、足ちょっと、そう、で、1,2,3 と私言うので、はい、バックスイングの時ここでピタッて止まるじゃないですか、はい、そこに持ってきてみてください。3で持っていく。3で持っていく、はい、1,2,3。
前傾して OK 1,2,3 OK 今度は反対、はい、今度フォローの動きね、はい、1,2,3 おお、綺麗これでスイングになってくる、バックスイングもう一回やってみよう。1,2,3 OK で、この時に少し、こっちに上げるのに今ゴルフの動きを覚えてるので少しずつ今こうやって手だけで回すよね、はい、これを胸も一緒に回るようにこの縄を回すみたい。そう、ゆっくりあと反対だったOK、そう、私の胸見て結構左右に動いてる。 OK、 1,2,3 そう、そうするとテンポもゆっくりになるから、こうやってここが止まってこうやってすぐ入る、はい、なるべく胸を大きくこうやってするとテンポも勝手にゆっくりになる、はい、1,2,3 OK です。じゃあ、カイツさんやってみましょう。これ岩本さん、ちなみにアマチュアの方を教えるとき結構やられるんですか？やりますっていうのは、多分すごく回しなさいとか言うのは難しいので最初からこれをやります。やることある？ないです。ないよね1,2,3 おお、綺麗。いいですか？いいよ。これね、考えなくてもできるから、はい、すごいこれ。ちょっと自信で1,2,3 OK、 綺麗に腕が回ってます。今度フォローいってみよう。はい、あ、また下げました。1,2,3 OK、 難しい。難しい、考えなくていい。1,2,3 OK、 めちゃめちゃもうこれでスイングになってる。めっちゃ綺麗。さあキリさん、やめようよ。これ間違ってない。間違ってない、ない、ない。でない。じゃあちょっと待って、キリさんの場合は、カイさん、はい、飛んでみよう。お。はい。持ちます。ビン屋さん。知ってる？難しい。知らなかったの？一はい、1、2、3、4、ちょっと行くよ。回してみる。はい、どっちに回してみる。はい、はい、おー、すごい上手上手、いい感じ。止まるか、おー、止まるか。今、こう、飛んで回ろうとしたら自然にこうやって動くよね、今まで。じゃあ飛んでもらおう。多分分かってないと思うけど、これすごいですよ。1,2,3 ちゃんと向いてます。 OK、 向いてるよ。今度1,2,3 はい、 OK です。これで多分ね、怒る多分怪獣道とかいろいろ右に乗りますよ、左に乗りますよって習ってきたと思うけど、この大縄を回そうとすると今自然にこうやって入る。
これを単純度しようとするとこうやってなってるから、なるべく胸、ね、こういうふうに自然に回してあげて、こうやってやるとスイング、このままこうやってやるとバックスイング。少しずつちょっとこれ長いんだけど、みんなの用意しておくからこうやって縄も回して、握ってたなって感じですか今まで。私結構ギュって、私も結構ギュッと手が痛くなるぐらいギュってしてたので、今ので結構緩い方が軽くなるっていうのが、ね、なんか考えもしなかったことだったので、なんかこう飛ばしたくなっちゃって、すごい握って強く
打とうとしちゃったこと、間違いだったことって気づきました。じゃあ、今度じゃあギューって握らないって言っても握るよね。っていうと、じゃあどんな感じで握っていくのかをちょっと体験してもらいます。ゴルフは下にあるボールを打っていきます。そうするとどうしてもここから握ってしまうんだけども、こうして握ってしまうといろんなところに力が入ってくる。まず基本ね、基本で、でなるべくゴルフはちょっとここで握ってしまうんだけど、ここで少しずつこうやってくるこの動きとグリップって一緒です。下で握るとギュッて力が入るけど、例えば自分がここに寝といて起きてこようとすると、自然にこうはしない、このまま手が自然にまっすぐで起きてこれるので、まずそこから行こう。そっからなるべくギュッて、そしたら今そうこうやってスーッて滑らしていく動きにすると、こうは握ってないよね、少し斜めになってるの分かる、はい、ここのそう斜め、そう斜めに自然になってくる。こうは斜め OK です。 OK です。じゃあ下しゃがんで、そうです、で少し伸ばします。そう、姿勢良くなる、向こうを向いて、うん、ナイスナイスナイス、オッケー、なんか、はい、ずーっと伸ばして、そう、はい、そう、オッケー。その時こうはしない、自然にこう、なんか姿勢が良くなる。山さん、これが正しいグリップになってくるってことですか？これが正しいグリップと、グリップの力感になってきます。ギュッて握らない。あと肩甲骨も腕を伸ばすっていうのも自然にできます。これがこのままこうやる人ってあまりなくて、自然に肩甲骨を滑らしてあげることによって、よく言うこういう動き、みんなゴルフやってる人って肩に力が入っちゃうけど、最初これを覚えてあげると肘が勝手に曲がるとか、そういうオートマティックにできるようになります。はい、ゴルフのこと忘れてね。そうそう、はいはい、引きつける、そうそう、手繰り寄せがいい、そう握り強さもこれぐらい、握り強さもそれぐらい、ゆるいなって思います。ゆるいよね、はい、これぐらいやっぱりこうスルスルっていけるぐらいと、あと斜め具合、人差し指に自然にこうやってかかってるのが、はい、はい、ありがとうございます、はい、で、この肘がぐーって引っ張ったときに、はい、自然に自分の胸の方に行くの、はい、OKOK、それがゴルフで使う肘の曲げ方。だいたいみんなこうやってこうやってやる人は、まあ、よく言うフライングエルボっていう人はこういう曲げ方をしたけど、多分普通に何も考えないでこうやってやると自分の方側に曲がってくる。OK です。素晴らしいです。はい。ということで、今、ポイントは、このロープをこうやって下げると、ゴルフでいう肘を曲げたり、自然に胸をこう正しく、気持ちがいい姿勢になったりというのは自然にできるようになります。で、今度、グリップ握るわけだけど、ここでスーッて引っ張り、バッと下ろしてきたところがちょうどさっきのロープを握った時、そしたら最初右手でこの棒シャフトっていうんだけど、棒を握って体の前で少し斜め向こうに向かいます。ここから握らないで、左手でこの時もスルスルスルと落としてあげて、そのまま落としてあげる。でここまでいく、はい、このまま左手でこの時もスルスルスル、そしたらさっきの人差し指にかかるみたいで、そうするとこのまま素晴らしいです。いい感じです。グリップのね、握り方って結構いろんな種類があって、何が正しいっていうのはあんまりない。
で握りやすいのでいいんだけども、例えばインターロッキングって言って左手の人差し指と右手の小指をここでかけてギューってする、これインターロッキング。これは手の小さい人とかジュニアとかに向くあのグリップだと言われています。でもっとこうやって届かない人はベースボールグリップ、もう小指かけないで左手の人差し指のところに右手の小指をトンってつけて握る握り方もある。でもう一つはオーバーラッピングって言って人差し指、左手の人差し指の上に右手の小指をつける、左手の人差し指と中指の上にちょっと人差し指、小指をかけてあげるのがオーバーラッピング。これは、まあ、手が大きい人、まあ、普通の人はあんまりこうやってかけてしまうと少し例えば圧が強かったりすると引っかかってこう痛めたりするので、あんまり小指をなんていうかキュッと握らさないためので、ゆくゆく決めていくんだけど、これお箸と一緒なのね。ご飯食べるときにギャーって生まれておギャーって生まれてもパチパチパチってできないのと一緒でね、あの少しずつね、ちょっとずつずれてきたら、こういう風にしようねっていうのをお箸の持ち方と一緒なので、少しずつやっていきましょう。最初は、まあ、アバウトでいいです、はい、じゃあ行きます、はい、OK で、そのまま前傾します。はい、でこのクラブね、最後まで下ろさない。グリップ握りました、そしたら足開きました。今までだと多分こうやってこうやってに構えですよね。ここ伸ばせてこうやって動いてる、動いてるよね。 OK、 もう一回やってみて。この辺かな、そう。そうするとここの幅がこうなったりこうなったり多分バラバラになりやすい。そしたらこのまま一回かまるで前傾だったりする、そう。でこのまま肘が軽くキュッと伸ばさなくていいから、そう、もうこれ以上いかないよね。そしたら一歩半ぐらいになる。ここが決まったら、ここの幅が決まったら初めてトントンとして、今ボールに届いてないよね、はい、そしたらこの幅を変えないようにちょっと、そう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 、オッケー、こうやって、うん、ルーティンをしていくと、はい、っていうと毎回同じところと同じこの形ができるようになります。でよくルーティン大切、あのね、こういうラグビーの人とかやるのはこのルーティンでいくと毎回ずれないでできるっていうのは一つ一つ作っていった方がいい。 OK、じゃあそう、さっきのロープを踏み出して少しここからじゃなくてちょっと斜め、そしたら OK、 人差し指と親指をこうくっつけてもらって、そう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 そしたら小指をちょっとだけここにかけます。で足肩幅の肘を広げます。この腰から前傾するOK、 まだ目線下げないでね、ここ見といて。どうしてもゴルフボールが下にあるから目線下げたくなるけど、こっちね、いくよ。さあそのまま肘リラックスしてリラックス、そうそうそう、で肘が軽く伸びる程度 OK、 そしたらもうここ行かないよね OK、 そしたらトーン OK です。この位置まずこの順番を覚えましょう。 OK ですか、はい。もう一回ここの距離感が本当にわからなくて、
ドライボールだったらちょっと離れようとか、クラブの中でとっても変えてたんで、毎回それで当たったりとかするんですけど、毎回ちゃんとルーティーンを決めて、うん、同じ位置になると結構安心感というか、ずれてないんだっていう安心感だなって思ったんです。はい、そうなの、ゴルフってこれだけしかない、ネガティブなイメージで言うとネガティブなイメージで言うとこれだけしかないってことは、ここに同じ風に帰ってくるんだけれども、例えばこれがすごい離れていてこうやって当てようとするのと、近すぎてこうやってやってるとするのでは、当たる場所が全然違うし、空振りする率も変わる。だから最初にやっぱやっていきたいのは、この位置がちゃんと決まって同じところに落ちてくるよっていう安心感を得るためにルーティンが大切です。すご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、せーの、また見て。